になった年なんですよ、サターンと。ああ、そうでしたっけ。はいはい。だから僕最初はメガドラのチームとかやって、少しなんかこう海外向けのドット絵や打つ仕事とかを。あ、そうなんですか。最初やって、でも僕メガドラ好きだったので。いや、僕もメガドラ大好きです。大好き大好きじゃん。もうあの時のセガさんも絶好調って感じですよ、僕ユーザーで。まあその時で、そのでやってたんですけど、その一もう入って早々に、結構まあ当時コナミだったんですけど、コナミはもう次世代機に全面的にシフトしますっていう号令が出た感じで、まあだからその時に、まあ途中までやってるプロジェクトとかも全部凍結になって振り直されて、オリンピックハイパーオリンピックインアトランタっていうゲームをやったりとか、まあまあそういう時期がしばらくあって、その連射系ですか。はい、そうですね。富山さん連射するんですか。連射しますよ。連射するんですかって。イメージないな、なんかこう連射するイメージが。あ、でもさらっと触れると、あの、うん、新人だけでチーム作って、ハイパーオリンピックを 3D で復活させるプロジェクトっていうざっくりしたプロ、まあ、ミッションのに入って、ただそれが、まあ、ほぼコナミでもほぼ初のモーションキャプチャーを使おうみたいな。あ、早いですね、比較的ね、プロジェクトで。でもモーションキャプチャーとかやったけど、今みたいなその先にこうリグとかスケルトンを渡して納品とかなくて、もう生のローデータが納品されてきて、懐かしいです。これをどうすれば動くのかみたいなことになって、全然まだ新人というか 3、4年目ぐらいだったんですけど、なんかディレクターをやれって言ったのの選べって言われて、オリンピックの続編というか長野オリンピックかサバイバルホラーかって言われたんですよ。すごいギャップじゃないですか。なんか選び方がこう卓上に並べるとなんかおかしいじゃないですか。一個はなんかあの普通のフレンチで、こっちはカーケシみたいな、カーケシ食えみたいな。え、これこっちは遊ぶで、こっちは食べるよっていう。で、まあ、まあでも2人呼ばれて、そのハイパーオリンピックのディレクターやってた先輩と僕って呼ばれて、まあまあ、先輩が多分僕は新しいことやりたいって言ってたから、うん、そういうのもあって、あ、僕はオリンピックの続編やりますんでって言ってくださったん で、うん、で自然とじゃあサバイバルホラーで、まあ、それはもう単純に今サバイバルホラーだっていうか、まあ、バイオハザードがめちゃめちゃ受けて、でもうその時はもう結構そのフォロワーみたいなゲームも出始めてる。ああ、そうですね、なんかありましたね、いっぱい出始めて、うん、まあ、そこから始まったんですよ。でそれ以外何も決まってなかったんですよ。そのサバイバルホラーを新しいのを作りなさいって言いましたので、うん、僕らもそのさっきのテクニカルの話出たけど、やっぱ当時のカプコンさんって CG 遅れてたんですよね、うん、そのナムコさんとかコナミさんとかセガさんとか、そやっぱり 3D で先行っちゃってたじゃないですか、うん、はい。でその当時カプコンさんってやっぱりあの、まあ、スト2がメインタイトルでイケイケだったじゃないですか。で 2D で全てが完結するゲームで、だからめちゃくちゃ遅れてましたね、うん、でコンシューマーっていう家庭用のゲームの開発舞台は僕らコンシューマーの舞台だったんですけど、やっぱりメインはスト2のスーファミ版とかの移植をしたらまた飛ぶように売れるじゃないですか、はい、あの時大人気だったんで、だからそこにメインのチームとかがいて、あとはその師匠である藤原さんのあの超魔界だったりとか、うん、そこからも頑張って作ってて、で 3D のゲームはアーケードコンシューマー両方見て皆無だったんですよね。ああ、波がありましたね。確かにスト2ブームの後ってやっぱ 3D 格闘ブームになって、うん、一瞬その時はやっぱちょっと 2D 格闘ってちょっと前のものみたいな見え方をしてた。だからそのバーチャファイター出て、うん、一つもいいかもしれないけど、こっから先の時代ってやっぱ技術的に、立ち起こってる会社はしんどいよねって、ちょうどその投資家たちがどうしようかなっていう時で、僕らやっぱり一からやるのに 3D 本当にあの素人みんな用意どんみたいな
みんな新人みたいな感じでやってたんで、ちょうど僕バイオ作ってめちゃくちゃ苦労してましたね。とにかくバイオと差別化しないことには意味がないっていうか、うん、まあね、このゲームってなっちゃう、うん、が出てもしょうがないっていうんで、はい、どうしようかなみたいなところをやってて、まあ、いわゆる背景をフルポリゴンにしようとかそういうチャレンジとかあったんですけど、うん、フォーカスしてるところはあるけど、ここをとりあえずどうしますみたいな時は、うん、ぶっちゃけとりあえずバイオと同じものを作っといてくださいって出た忙しい時にディレクターがよくやる技もう本当に手が回らん時に僕も何かやったことあるんですよ。あれと一緒でいいからやっといてって言って、でこっちで大事なこと考えてる暇ねえ、ちょっと細かいことは本当に困った時ありますね。製品版でもめちゃめちゃ名残で残ってるのはポーズメニューですね。ポーズメニューがなんか世界観がちょっと違うんですよね、サイエントヒルなのに、なんかちょっとバイオチックな、こう体力が落ちるとこうパルスみたいなのがっていうのが、はい、それはその時の名残のままそこなんていうか、やっぱね、すごいやってる間ずっとよくできてるなっていうのをずっと思っていて、当時はやっぱり理屈をよく分かってないから、まず目立つところを真似してじゃないけど、敵との駆け引きで、銃を撃って迫ってきてとか、うん、でもこれ横すり抜けられますよっつったら、でもこれじゃあどうすりゃいいのっつったら、もうやっぱバイオみたいにこう組なんかこうガッて捕まるしかないですね、うん、そういやこれしかないよねっつって、よくできてるねバイオみたいな感じの。いや僕は実はすり抜けのためにゾンビがこうやっててあーってやるじゃないですか、はい、あれはすり抜けのために実は捕まえに来るんじゃないんですよ。あれは横すり抜けをするときにこう手前プレイヤーがガーッと通るじゃないですか、はい、これ怖くないじゃないですか、はい、すり抜けようとするときにこういけるかなって時に途中から手がとこう来るじゃないですか、こうグーっていくじゃないですか、あれがうわーってなるじゃないですか、それを要はお客さんに楽しんでほしかったなって、だから捕まえに来るっていうのは2番目なんですよ。1番目はホラー演出っていう、そうかリアルタイムでお客さんにそういう怖い思いしてほしいからこうやるっていう、捕まえようと思ったらそれね、大体プログラマーさんがあれなんですよね、こうした時に届いてないのに吸引するんですよ、ダイソン並みに、うんうん、これバーッと遊んでてこれ全然当たり捕まってないのに、なんでこれなんか吸着すんねんみたいな。その時はダイソンなかったな。そうですね、ダイソンじゃない。吸着なんか言ってなかったと思う。なんかその吸い込むのがおかしいっていう。そうすると同じですよ。これすり抜けできるじゃないですか。やっぱそれは結構な人が僕に文句言ってました。ディレクターに。ゲームになんない。いや、もともとバイオって、その一つの洋館の中をね、鍵を取りながら行ったり来たり何回もするから、でその時卵制限されてるから、本当に自分がよく通ってうざいなって思うところの敵を倒すために自分の数少ない大貴重な弾を使って戦略的に攻略するんだよ。でスリー化できる人ってうまいってそうだよ、でもファーストプレイでやったらどんな人でも何回か倒さずに弾を追加するために毎回ゾンビのとここうって言ってるうちにミス いつかするでしょ。だから弾を一発も使わずにこうやってやってるやつはいつか噛まれるんだよ。それがいいんだよ、バランスで。だからすり抜けられても大丈夫だから。で、万が一めちゃくちゃうまいやつがこう何回もすり抜けたとして、それは怖くないのかって言ったら怖いよ、それは。って言って、うわ、危なかった、危なかった、危なかったって。多分2周目からは多分無理だと思うけど、1周目だとそこまで馴染みのいいお客さんってもうほんとわずかしかいないから、ほとんどのお客さんは、こうってするけど、ガーッと、おー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 やばいやばいって、助かった。その魚のようにコントロールできる状態にはならないでしょっていう。そうです。じゃあ原型はもう本当に全く決まってないというか、なんか僕ちょっと思い出してきて、そういえば、なんだか、スイートホームの復活みたいなのもコンセプトの。そうなんですよ。だったんですよね、確か。いや、僕大好きだったんですよ、スイートホームは。で、僕最初にカッポンさんでついたのが、実際スイートホーム作られた方。に何回かついて、
で仕事させてもらったんですけど、すごい優秀な方で、本当に素人 ながらにこの人なんかすごい別格のセンスを持ってるなっていう。で、まあ、その人が簡単にあれどうしたんですかこうですいろんな質問をしてした時に、その藤谷さんで呼び出されて、何年後かにあのシステム良かったけどあのゲーム売れへんかったやんっていう。だからあのシステム生かしたホラーゲームをもう一回挑戦したいんやって言われて、だからスイートも大好きすぎて、いやーそうですよねって言って、いやそれ僕やっていいんですかって思ったより具体的なあれだったんですね。しかも藤原さんなんですね。そうなんです、そうなんです。人を人とも思わないシステム。もともと人が人じゃなくて、はい、ゲームシステム的に要はアイテム種類があれば攻略できるよって、でそのアイテムを人に紐付けちゃったって。ライターだったらこれ、掃除機だったらこの人みたいなっていう風に紐付けちゃって、仲間が死ぬとそのアイテムがないとクリアできない、先に進めないよっていう。だから仲間は大事にしなさいみたいな。だから制限の中で、どうサバイバルしていくかっていう、要は結局そこしか取ってないかもしれないですけどね、うん、その制限の中で生き残る術をお客さんがチョイスするって、その選択の連続をどう組み込んでいくかっていう、結局そこだけうまく残して、あとは全然別物ですよね、スタイルとか。ただ大きく一番怖いもの作りたいっていうものも一緒だったし、あ、まあ、でもそれで初期は心霊ものみたいな、そうですそうです、影響があった、うん、そうなんですよね。普通にだって怖いもの作れって言われたらそれは心霊ものでしょって、僕は直感的に、あ、怖い心霊だ。当時だからゾンビ映画も見てたんですけど、学生時代に会社に入る前に、やっぱり本気で怖いって言ったらゾンビじゃないなって思ってましたね、うんうん、だってゾンビはアホじゃないですか、動き遅いし、当時のゾンビは。だから逆に言うと、あのドーム・ザ・デッド見た時に、見てる側として、俺だったらこうやって生き残る、なんでこんなアホなことして死ぬねんっていう、それがゲームだったら自分で選択を積んでいけるっていういうことが、まあ別にこの13日金曜日からずっとあったんですけどね。必ずあの一緒に逃げてるやつがあのつまずいて、足が痛いのとかって言うじゃないですか、って俺だったら置いていくよなってめちゃくちゃ怖いね、不死身モンスター系が来てるわけじゃないですか、はい、足痛いのって言って、富山さんってどうします？僕置いてきます、その状況だったら。まあでも現実考えたらそうなってもおかしくないというか、まあそうですよね、現実なら。普通のお客さんだったらなんかもう6、7割が置いていくと思うんですよね、うん、ごめんって言いながら、すまん、うわーって言いながら、うわーって一瞬逃げるってなると思うんですよ。わかります。なのに映画見てて、なんでやねんっていう時に、なんかこう急に興ざめする自分がいて、うん、なんか仕込みすぎてる、桜すぎるっていう桜演出すぎてて、なんか必ずこけるようになったらやっぱこけたみたいな、で足でまたやるよなっていうのがあって、なんかもししたとしても お客さんが自由に選択できるんだったら話は違ってくるよねっていう。なるほど、なるほど、そういうことですね。そういうことなんですよね。だからそれがゲームだったらできるっていうのも、直感的に、あ、これはいけるねっていう、そこに直感的に気づいた時に、あ、いけそうっていう、その時にはもうかなり自信があるわけです。まあそれでも 70% ですけどね、 30% は不安ですよ、やっぱりその通りになるのか分かんないし、やってみないと、でスタッフもちゃんとついて聞いてくれんのかっていう、こんなブラックな作り方でだから今ゲーム業界も比較的健全にはなってますけど、当時やっぱり会社に住んでいる人ちょこちょこいましたから、ね、まあそうですね。だし、うん、まあまあこれはちょっと誤解を与えるかもだけど、合宿みたいでちょっと楽しいかなと思ってたりするところもなくもなかったです、ね、今のゲーム作りも楽しいですけど、あんなにしんどかった昔の方が、うん、なぜか思い出補完だと思うんですけど、楽しかったんですよね。なんかあの時めっちゃしんどかったけど、めっちゃ楽しなかったっていう、うん、ただ
僕15年ぐらい業界入って気づきましたよ。一つ。いい例えが、はい。何回か言ったことあるんですけど、ゲームが自由に作れる刑務所に入ってた。それは。うん、まさにぴったりな表現見つけたぞと思って15年経った時に発見しました。そういうことだったんだって。だってグランセフトオートがパーンと最初に出てきた時にこれ遊べるカーカトログじゃんっていう、スタミナ太郎さんが出てきた時に食のテーマパークじゃんとかプッと思いつくじゃないですか。ただ、うん、あのゲーム開発がこうだって一言が生まれるまで15年かかりました。まあでも昔のってやっぱもうちょっと伝えようもないけど、それこそ僕で言うと新人ディレクターになってもう正直必死というか、うん、あのもうだから分かんないのはもうバイオの真似をしろみたいなそんなところから入って、うん、よそのゲームでなんかこうしてるからこうしたらいいのかなとか、もう会社の仕組みとか皆無で、もう本当に何ていうか同い年ぐらいの全員20代前半みに、うん、25、6というか、まあ20代は20代です、ね、20代しかいないところで、なんだろう、だからその時ってもうスケジュールがとかその予算バジェットがとかそんな単語一回も出てこなくて、うん、もう好きにやっていいよ、それで当たったらめっけもんだし、ダメならダメだしみたいな感じでやらせてもらえて、それはそれで悲惨なこともあったけど、うん、よかったなっていうか、ああいう時代をやらせてもらってっていうことを。そうですね、だから今のゲーム制作に比べたら昔の方が自由度実は高くって、で環境が割と地獄で、一言言うとなんかやっぱりあの時若くてみんな若くてがむしゃらだったっていう、うん、で若い時のがむしゃら感ってやっぱりなんかこうその未来においてのなんかこうお酒を美味しくさせるためのネタでしかないのかなっていうのは、うん、その当時の人たちとお酒飲むと超楽しいですよね。なんだろうね、あれその同窓会、うん、あプラスアルファみたいなところがなんかあります。でもなんかあの単なる同窓会じゃない、はい、すごく、うん、だから同じ釜飯ってこのことなのかなって。わかりますね、そうか釜飯効果、なんかもう理屈せなくなんかこう同じ目にひどい目にあって同じようにいいゲーム作るために一生懸命だった時、その時を一緒に過ごした人たちってやっぱなんか、うん、いろんなものを超えた信頼感というか安心感というか年食って出ますよね。もうでも今おっしゃったあのだからよく言うその僕らの世代というか、だから生まれで言うと69年70年71年ぐらいので、うん、今現役でディレクターやってる人ってめちゃくちゃ多くて、うん、それこそ上田さんだ桜井さんだとかあの横尾さんとかもそうだし、ね、なんていうかそれやって偶然ではなくてその波っていうか、そのそれはもう正直プレイステーション1でこう 3D にゲームが転換するっていうところの波に乗ってっていう世代だと思っていて、で僕そのここから言うとやっぱりね、ほんやっぱ一歩先を行ってくれて、なんか 3D ゲームで切り開かれる道ってこっちだねっていう感じを見せてくれてたのが三上さんっていう。イメージがすごい、そこはすごく意外。そうですか。僕らはやっぱ当時のあのカプコさんはやっぱ水泳遅れてて、バイオ作る時にそのいろんな怖いってあるけど、うん、やっぱりエンタメとして怖いけど最終的には楽しいよねっていう、うん、ものにしないといけないなっていう。だから上司に怒られるのは、うん、怖いけど楽しみに変わる人ってほぼいないじゃないですか。うん、はい、そうなんだ、ね、そうですね。ね、かみさんとか彼女に怒られてるとこがもう快感ですっていう人もやっぱり人握りじゃないですか。まあいないことはないかも、うん、そこはまだちょっと上司に怒られるのが僕一番少ないと思った。
でだん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 で例えばお化け屋敷ジェットコースターになると結構好きだっていう人が急にガーッと増えるじゃないですか。それをゲームのエンタメとしてさらにちょっと大きなパイのところ行かなきゃなっていうのは、その時に思ったのは、自分ホラーが好きだったんだけど当時はホラーにこだわりすぎてしまうと、ホラーエンタメとしてビッグヒットはちょっとしんどいなっていうのはあって、そこなんですよ。変な欲がちょうどあったんですよ、バイオ作ってる時に。だから国内でミリオンセラーになるものに対して頑張りたいなっていうのは実はあってですね、そういうもう一つの横島っていうかクリエイターとしてはそういう欲が当時やっぱりあったんで、いつかミリオンっていうとこがずっとあって、そこと被っちゃったんですよね。でその時に心霊門がはいダメっていう、まあまあ売れても30万でしょ国内っていう、と思ってましたね。ホラー、純粋なホラーを作ると当時で日本の30万本ぐらいで終わるんちゃうかなっていうのは、ただ怖いもんとしては自信あるよねっていう。そうですね、そこから外れた中でやっぱりこうコントローラー握ってうわっていうこう動物的な恐怖感っていうか、そこを誰でもが味わえるっていうことに踏み出せたのが変な横島の欲がきっかけだったのかなっていう。ただホラーとしてはこれがスタンドになることはないやろねって思ってたんで、スタッフにはちょうどビールって表現してましたね。ビール、あの普通にたくさんのお客さんに好かれるんだったら、清涼飲料水でウーロン茶とかそういうのがあるでしょって、ジュースとかポカリセット、当時ポカリセットがあって、そういうスポーツドリンク系とか、ね、水とかお茶とか普通そうでしょって、日本ならばって。でも今回目指すのはビールをしたいんだって。ほう、でビールするんだけど、ちょうどその時にあの朝日さんのスーパードライとか出てて、そこがヒットしてたんですよね。いや俺はキリンのラガーにしたいんだっていう。ビールの中でもちょっと苦みがあって、ね、コクが強いっていう癖ある系だけど、割とメジャーみたいな、なんかその位置づけにしたいんだよっていうわけのわからん例えずっとしてましたね。キリンラガーにしたいって言ってました。なんかでその時に僕ね、あんまりね給料安かったんでエビスビール飲めなかったんですよ、あんまり。だからどうしても俺の一番好きなのラガーかなーみたいな。なんか最近出たドルアイはなんか飲みやすいけどちげえんだよ、誰でも飲みやすいのも作りたいわけじゃないんだよって、いやその時エビス飲んでたら俺エビス作りたいって言ってたと思う。エビスの生じゃん、生がいいよね。エビスの生普通にうまいじゃないですか。だからあの当時安月給だったんであんまりエビスビール飲めてなかったじゃん。だからあんまりこうエビスのことが分かってない。あの似たようなね、僕もよくなんか例えるホラーで例えるのがあって、ホラーはまあ激、飯で言うと激辛だ料理屋だって、もう好きなやつは好きで、何があっても駆けつけてくれるし、新しいの出したよって言ったら絶対来てくれるけど、まあ実際絶対数が多いわけじゃないので、なんだろう、そうバランスを、商売とホラーのバランスでいうと中本を作らなきゃいけないなっていう、であれは別になんだよこんなのってならないですか、あのマニアが食べても、まあ、北極はまあ美味しいとも辛いともだけど、一般の客もなんかあれは辛いけど人気なんだってでつい来てしまう、間違って話題は作りやすいですね、ホラー系は。なんかなかなかそういうことできなくて、やっぱとんがりゃいいのかっつうと、とんがった結果は本当に、ああ誰もつか、いつなんていうか、本当にいつもついてきてくれる人はついてきてくれて、それはありがたいけど、そこまででしたってなっちゃうのがホラーの危ないところ。そうですね、だからあのホラーに限らず、あの半歩先を行くのが一番バランスいいかなって、お客様のってその、期待してることの半歩先っていうのが一番こう受け入れられやすい。だから本当に一流の人って
2、3歩先行っちゃうんで、お客さんついてこれないですよね。ああ、いいこと言いますね。そうなんですよ、うん。見えないんですよ。もう早すぎて、もう誰も追いつけないっていう。うん。だからそういう人は、すごい才能あるかもしれないけど、プロとして適性がないんですよね。その、クリエイターとしてはもう別格かもしれないけどっていう、なんかお客さんがなかなかついてこれないっていう。そこ、ねえ、だからそこ、僕、そこはもう三上さん、と僕が違うなと思うのは、僕、まあ、最初のサイレントヒル海外では割と数字いったけど、それ以外は、うん、なんだろう、ファンの方とかになんか支持していただいてとか、そこはすごくありがたいと。単純に数字が伸びないんですよね、サイレントとか。それはだから割とホラー社とスタンダードしてるからですよ。僕らだから、なんで僕が1ヶ月で心霊もやめたかっていうのは、やっぱ思ったと数字が伸びないからなんですよ。なんかサイレンの作ってる時とかに、だからやっぱバイオフォーとかが来て、ドーン、まあ、数字で言うとドーンじゃないですか。もうすごい売れる。バイオは純正ホラーじゃないですからね。まあそうおっしゃいますけど、でも、うん、いや三上さんすごい。でそのあれは正直その後の TPS のスタンダードになる新しい、うん、なんていうか新しさを持って、そう TPS は良かったですよね。確かに、ただ新しさを持っていて、うん、そうやって数字も出してって、もう羨ましいっていうかね、僕にはできんそれとか。僕はだからあれで、逆に言うとその一番自分が作った感がちょっと薄かったなって思います。あ、そうなんですか。うん、だからクリエイターの三上とプロデューサーの三上と自分の子2人いて、はい、で僕アイデア出したじゃないですか、はい、プロデューサーの三上がすぐボツ出すんですよ。そう、ウケへんやろ、ウケへんやろ、やめや、それ。ええって、これをずっとやってるとなんか二重人格になっちゃうなと思ってて、だからバイオを作った時になんか俺の暴走を自分が止めるんじゃなくて、もう一人プロデューサーでできる方が止めてほしいなっていう。分かってるやん、それ。お前めっちゃいいって友達って、俺もそれ分かるよ、すんごいいいよねって、うん、一般の人それ食いつかへんで、分かってるやん、お前分かってる、やんのもうやめとこうって、なんか優しく厳しく言ってほしいんですよ。なんか自分の中でうーんってやめとけよお前みたいな、これずっとやってると精神分裂起きる。ディレクター三上真嗣とプロデューサー三上真嗣いう、その二面性の話はすごく面白いなと思って。そうですよ、別人ですよ。だからゴッドハンドってクレタ三上真嗣が大活躍したと思ってる、はいはいはい、でもバイオ4はプロデューサー三上真嗣と両方半々で、クレタ三上真嗣と両方、まあ言い方よく言えばバランスよくやったっていう。でクレタとしてはだいぶプロデューサーの三上を押さえつけられた、そのおかげでヒットしたそのおかげでヒットした。それすごい、作った感がなんでこんなんなんやろなって、あのマスターアップ迎えて、これ俺が作ったん、うん、っていうのが印象で強く残っちゃって、なんかプロデューサー三上がなんか俺の間全部ボツにするし、なんかそれ受けへんとか。これって富山さんってこう業界に入って今何社目になるんですかね、この防火3つ目ですね、転職2回、はい、うん、で次こうやりたいことって何ですかね。そこはさっきもあれだけど、なんていうかな、こういう仕事をするからにはなんていうか、こういうのを作るまでは知れないみたいなのは実は割とちょっと満足してるところはあって、うん、今まで作った作品で、うん、自分のエッセンスみたいなものが色濃く出ているものが個人を超えて、うん、なんていうか続いてというか、続くことが目的ではなくて、まあ、それがなんていうか新しい人がものを作る時の助けになったりとか、まあ、そういったこと
になるサビみたいなものを作れたらいいなという漠然としたイメージではありますね。ちょっと他にそれこそ普通にやろうとしたら成立しにくいような切り口とか文脈のものでも、なんていうかそのうちの形にの、まあ、そこに集まってる人だとかその、まあ、ブランディングとかそういうことでもいいんですけど、うん、そういうことの中でちょっとその違う切り口のことをやってみたいっていう新しい人が出てきたところで、うん、ここを使っていけるみたいなのが、うん、残ってくれるといいなとは思ってますね。うん、今くさびって言葉に俺すごい引っかかっちゃった。ああいい意味 で、 あそうです。かっこいいなくさびっていう。いやでもすごい三上さんに影響されてますよ。三上さんのスタンスっていうか、やっぱ個人の作品っていうんではなくてっていう。だからやっぱりその誰かがねクリエイターとして新しいことを始めて、僕もだから業界も30年超えてるんですよね。もうかなり定年退職気味な親父になってきて、うん、もう耄碌が始まってきて、やっぱ若い世代になんかこうバトン渡すこと、うん、もうより真剣に考えなきゃいけないなっていう、直接的にこう面倒を見るっていうことだけじゃなくて、その富山さんの言われるように、あの自分が何かしらのなんか、あ、ね、ボケてもしてんけどなんか受けるもの作って、それがスタジオヘッドが一生懸命頑張ってんだから、俺たちもちょっと負けないように若い世代も頑張るぜって、俺たちの時代を作るんだぜっていう、なんかこう、うん、健全でいい話かなっていう、うん、思いますね。ただね、この話に行くまで、あの富山さんのテンポがすごいスローで、はい、スローでって、早喋れやパーンみたいな、めっちゃ我慢してても、ええこと言ってんだけど、なんかあの僕イラチなんでパン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 って来ないと、うんうんって言って早喋れやみたいな、ええこと言ってるやんとかで思ってるの、なんかすごい我慢してましたよ。今また何かちょっとそのいろんなしがらみ取っ払って、三上さんほら作ってくれよって、なんていうか新しくなんかそういう話とかに仮になったとして、はい、どういう切り口とか、どう何かそういったイメージとかってあったりされます？で僕は作ってくるようでもホラーは作らない。あ、作らない。だからあの自分が本当に怖いと思うネタが思いついた時にスタートを切りたい、うんうん、ちょっと贅沢な感じなんですけど、そのだって自分の中でこれ怖いなって思うものがないのに、うんうん、実績とかだけから見てお金出すから何か作ってくださいっていう、うんうん、で特にホラーってなんか新規性が必要じゃないですか、はいはい、うん、全くその未知なるものに対する恐怖心って僕はやっぱりあって、もう分かっているものに対して怖がれよっていうことじゃやっぱ無理ですよね、うんうん、1たす1は2だけど2じゃない可能性があると思うって時に、普通の人は 99.9% ないって言うじゃないですか、それが違うんだよ、それ信じられるかって言ったって、それは非常に分かりにくいホラーであって、分かりやすい、だから要はまつげのような新しいアイデアが自分に降りてきた時にめちゃくちゃ作りたい、うん、まつげのようなここにあるけど気づかないやつ、ああなんかいいですね、うん、あでもそういう意味で言うと僕今回ちょっとこのスタジオの初回作ってまあホラー、うん、ホラーというかね、まあ、ただそこはちょっとやっぱり今三上さんがおっしゃってたような、なんかあの、まあ、ホラーを作んなきゃとか何かそういうあれではなくて、何ていうかこう、まあ、いつの間にかあこういうことあっていいよねっていうか、そのそれがなんかすんなりした形じゃない、
ちょっとこういびつな、なんていうか、まあ、アイデアといえばアイデアなんですけど、うん、まあこれを動かし始めたらどこ行くか分かんないよなみたいな、うん、そういったものがちょっと、まあ、しばらくホラーじゃないもの離れてる間に、まあ、そういう間には正反対のアイデアとかが蓄積してて、うん、ちょっとそういうのがあったりして、うん、でまあなんとなく僕が育ててもらったジャンルとしてのこう感謝もあるし、ちょっとそういう意味でこのスタジオの第一作にでやってみようかと、うん、でそれって結局僕もこれどうなんのか分かんないなみたいなことをぶつけてるところがあって、まあ、ただ自分の中ではワクワクするとか、うん、なんていうかその恐怖とでもそれちょっと覗いてみたいなみたいな、うん、こう逃げたいような覗いてみたいようなそういうちょっとテーマ性とかそういったものを見つかったというか、うん、やりたいことができたんで、まあ、今回ちょっと逆シースリッターヘッドっていうタイトルでやってみようかなと思い立ったところなので、なんかまだまだ時間かかるんですけど、ちょっとこう今三上さんにもぜひ完成した時にはプレイしてなんとかいろいろご意見いただきたいなとか思ったりもします。そうですね、だから僕ネタも聞きたくないし、はい、うん、途中プロセスも聞きたくないし、単純にこう出来上がった時に、はい、ああいいよねとか、はい、そういう話をしたいですよね。それまで、うん、まあ、首を長くして待ってるというか、はい、まあ、自分の作りたいものを一生懸命考えてる感じがしますね。はい、いや、まあ、いや、三上さんに見てもらうと思ったらもう僕に見てもらう前提であの作ってほしくないですよね。ダメでだって僕はそのモチベーション上がりますよ、すごい。本当に、じゃあもうチェックしますよ、うん、チェック、あ、言い方がダメだね。遊びますよって、なんかどうしてもなんで、なんか偉そう。チェックってないやん、ね。今自分でまあこう、チェックじゃないやろ、みたいな。まあまあもう、でも、結局僕の人生での、なんていうかもう、直接教わってないけど、お師匠さんなので、やっぱり引き上げていただいた、もう偉大なクリエイター。なんでもう、こんな50を過ぎた作品でも触れていただいて、なんかこう、まあ、それこそ今だとこう酒飲みながら、ああここダメだとかそんなでもいいんですけど、そういうのが楽しみなんで、すごい作るモチベーションは上がります。俺でもサイレントヒルも、はい、作品ってすごい優秀だったし、サイレンも良かったし、なんかこう現実と夢の狭間の中でってこう生きるためにもがくみたいな、でもがくのリアリティがちょっと生々しい感がやっぱり両作品で共通点だと思ってて、俺それはそれで富山さんテイストっていうか、はい、別にバイオどうのこうのとか関係ないレベルで全く違う魅力を持った作品として、よりバイオ以上にホラー性の強い、うん、個性的な作品として世に出した実績があるんで、なんだろう、プレッシャーになったら嫌ですけど期待してます。もうめちゃめちゃもう、いや、プレッシャーにもなってるけどいい意味で本当にすごいモチベーション上がるんで、ありがとうございます。